じゃあ、じゃあ、はい、ということで、はい、まあ数々の、はい、まあ名将というかプロ野球界で、まあ父将とか、はい、東将とか、はい、まあいろいろあるけども、まあそれもひっくるめて、はい、まあいろんな監督、はい、まあ名将と言われる人は誰？あーちゃんの中で、まあでも僕たちがやっぱり最近ね聞くのはやっぱ野村監督、まあそうだよな。でまあ僕はまあタイガース行った前年まで監督されてたんで、やっぱその野村さんの教えとか、うん、ミーティング内容とか、まあ、野村ノートっていうのをしてもらったりするんですけど、まあ、やっぱりその特に当時のヤクルトの1990年代の方の話を聞くと、あ、こんなことされてたんだっていうことは、なんか、まあ、例えばどう、一つ二つでいいから、印象残ってるのは見せたかな。直接聞いてないんですけど、うん、まあ、そのバッターもその A 型とか B 型とか、うん、あるいは分けるとかね、うん、あと、まあ、そんな、今いきなり言われてもこれで出てきませんけど、すごくやっぱりその理にかなったというか、こうこうこうだからこうなるんだと、なんでもまあそこでこれを、まあ、特にキャッチャー要求したんだとか、特にあのヤクルト宮本なんかにね聞くと、すごくやっぱり宮本なんかはその野村さんの下でやっぱやったことが大きかったってことは言ってますね。でもさ、面白いのがさ、野村さんがマー君とのこう対談みたいなことをやってて、はいはい、やっぱ野村さんっていうのは困ったらアウトローって、はい、原点というね、原点という、はい、でもマー君はそれだけじゃ抑えられないっていうわけよ、メジャー行ってて。だからこう変わってきてんじゃないかなって、いろいろ。特にメジャーの場合はストライクゾーンもちょっとアウトコースに広いし、うん、そこに壺持ってる選手がいるじゃないですか。ああ、そうそうそう。そこをホームランしちゃうんですよね。そうだよ、パワーが違うから。日本はそこホームランしないんですよね。そうそうそう。でもそれはもちろん野村さんは日本の野球をやられてたんで、うん、やっぱそう言われるけど、まあそうやってまたマー君とかがそういう言うことっていうのがまた新鮮というか、これからまた野球界また変わっていくというんですか。うん、豊さん誰ですか、名将といえば。広岡さんかな。でも実際はやられてないけど聞いた話ですよね。まあいろいろ聞いたけど、はい、やっぱり教えないかって、あの教えるのうまいですよね、うん、で教えるのに勉強、はい、努力をしなきゃいかん、はい、だからそこなんだと、うん、だから教育者と指導者と合わせ持っていないとダメだっていうような、うん、俺も捉え方をしたんだけどね。だからね、今でもそのたまに広岡さんの記事とかコメント見るとやっぱ厳しいですよね。厳しい厳しい。やっぱりね、勝負ってやっぱ厳しいしさ、それは今選手ファーストになってるかわからないけども、やっぱ正しいことを教えるとやっぱ選手ファーストにはならないと思うんだよね。ましてその、まあ、結果もね、うん、ヤクルト日本人優勝させられて、うん、西武行っても優勝させられたと。で僕らもそういうの聞くことだけですけど、当時石毛さんがねあのプロ入ってすごい自信持っておられたけど、全くその石毛さんを教えなかったと、うん、控えの選手を広岡さんが教えてられたと、石毛さんはそんなやつに負けるわけないと思ったら、日に日にその選手が上手くなってたと。ああ、で広岡さん気に入ったら、うん、石毛さん真似したろと、まためちゃくちゃ似てたと、うん、だからこうちょっと腹立った反面、嘘と思って頑張ったというようなことを聞いたんですけど、いやあのね、2年目の時ぐらいかな、はい、広岡さんがキャンプに来られて、はい、守備を教えてもらったの、はい、全然違う。どういうふうな、今までの理論と何が違ったんですか。やっぱボールの入り方だとか、はい、その構え、あの人が一番言うのは構え、構えができてないやつが守備がなんでできるんだっていう発想だから。だから準備ということですか。そう、だからスタートライン、そこに立った時にいい準備をしとかないと絶対ダメだという。あとやっぱこう気を言うような、それはあの言われてますよ、うん、それとやっぱタイミングのボールの取り方っていうのはやっぱ右足じゃない、はい、それも教わったし、じゃすごいね、基本に忠実ですよね。ああそうそうそう、ベースも絶対左で踏めるでしょ。そうそうそう、いやだからそっからはねブレない、あの人は。あとはキャッチボールの大切さ、はい、ボールの投げ方、それはねすごく言われてます。あのタイガースも臨時コーチ来ていただいたこともあったので、すごい。でもその理にかなったことを言われますよね。でね、吉田芳雄さんと全く理論が違うんだ、はいはい、吉田さんはもうとにかくバーンと攻めろ攻めろって言うんだよ、はい、ね、はい、広岡さんは引けとは言わないけど来るもんだから当てろって言うんだよ。だからもうそこら辺も全然違うしさ。ほんでその教わって豊さんどうやったんですか。いややっぱそれは守ろうとしたよ。それとやっぱ広岡さんは組織を大事にしたね。そういうものが絶対こうブレないようにしないとダメだっていうことは言われたよね。
ですごいその相手を観察されて、うん、日本ハムでやった時にね、ヘナスさんが最後出てきた時にそのプッシュバンドで攻略されたっていうふうなことを聞いたりして、そうそうそう、自分とこのチームもそうですけど、どうやって相手の弱点を攻めていくかっていうふうなことを考えられてたんじゃないかなと思う。あとはね、気持ちも大事にしてた、あの人どこの戦いか分かんないけど、はい、第7戦になった時にもう投げさすピッチャーがいなくなってたんだって、はい、その時誰が投げたいやつはいるかって言ったら松沼兄が投げますって言って、はい、じゃあ行けとで、そういうことまでしたと、はい、だからすごくなんかこうなんか八木さんチームとかさ、いろいろ言われたけど、でも食べ物の大切さだとかさ、はい、そういうことも解いた人だよね。そうですね、あの人はね、野球界の今の考えを一新したような、そうそうそう、まあ、選手からしたら当時管理野球と言われてね、うん、なんか堅苦しいような感じだったんですけど、結果があって伴ってくるとやっぱり正しかったっていうことになるわけですよね。あの奥さんたちにも呼んで、こういう食事がやっぱベストなんだっていう話もされたというね。だからよく勉強した人だよね。そうですね、うん、あとは誰？僕は逆にね、そういう面では扇さん、扇マジックって言われた、あの、まあ、昔の方が監督らしい監督って多かったじゃないですか。まあ、扇さんっていうのも僕はまあ名将ちゃうかなと思うんです。まあ男気があった人だよな。いや、それであれだけね、あの人こう、あの監督は本当データを見ながらね、あの95年6年ですか、あのオリックスの2年連続優勝、もちろん優勝したのいいメンバーいたとはいえね、相手によってね、昨日3本打ったって今日スタメンから外れたり、昨日1番の人が今日8番とか、そうそうそう、そういうことをこうされる、相手から見て本当にこう何してくるのか分からへんという風なタイプでしたね。でもさ、はい、やってて大変だと思わない？その当時の選手に聞いたら分からないで、ゲーム前まで。だからもうみんなそんなんで、なんでやねんって、それもちろん初め反感があったかも分かりませんけど、やっぱそれでもあの一度にやっぱ出会ったということも大きいと思うんですよ。だからね、あの時のオリックスもね、そんなにね、個々の数字高いのは一度ぐらいなんですよ。そうそうそう。ただね、内野出身やったでしょ。だから内野の守備にうるさかったと思うんですよ。だから、あの時はまあセカンド、まあ、福良さんがいたけども大島さんに変えて、で、ショートも小川さんが打つんだけど、スグロさんにして、でサード馬場さんですよ。だからみんな社会人上がりですよ。だからみんな守備がうまかったです。だから、すごいその守備で負けるっていうようなことを、多分、ものすごく嫌った感じだと思うんですよ。いや、それもあるよね。はい、ただメンバーが試合の数十分前しか分からないっていうのはやっぱ相当緊張感あっただろうな。でもね、昔聞いてたらね、結構だから試合前のバッティング練習見てね、絵本を使うとかいうことが結構あったみたいですよ、うん、で、あの時のオリックスは本当にあのクロード好みって言うんですよ。プロらしい選手が多かったって。多かったな。小葉さんは、僕は小葉さんなんか全然その面識ないんですけど、僕小葉さんは大学4年生の時に同志社大学に講演に来ていただいたんですよ。で、挨拶させていただいて、ちょっとドラフトかかるかかからへんかぐらいだと思うんですけど、それからあのプロ野球の行っても小葉さんはあの声かけていただくことが多かったんです。小葉さんは俺一緒にやってて、やっぱスカウターだったよね。だから当時のね、あの広島で高橋義武さんが言われるように、なんかすごかったでしょ。いや、俺はもう中堅になってたからさ、その時若手だった高橋正弘とか、なんか手形がついてたりとかしてたから。でもね、小葉さんも広島で、僕、上田監督も広島から、まあ、阪急の監督になられたじゃないですか。やっぱり あそこはああいうふうなカラーですよね。広島を叩き上げたっていうのはさ、一人の名将になるのかね。いや、名将でしょ。僕らなんか、だからあの時テレビしか見てへんかったから、すごくそのスマートなイメージがあったんですよ。けどみんなに聞いたらめっちゃ怖かった、ね、いやめっちゃ怖かったけど、広島の時は怖かったという意味で、当時太陽に来た時は俺びっくりしたのがさ、普通さこれだけ打てない打てないって、落合さんが監督って落合さんって打つイメージ、はい、でもチームが打たないんだ、はい、でも同時で動かず打順変えず、一回聞いたことあるんだよ。